明治学園小学校、中学校、高等学校は、福岡県北九州市戸畑区潜水町にある、カトリック系キリスト教の私立小学校、中学校、高等学校。高校は、設立から1990年代初頭まで女子校であったため、当時の中学校の男子生徒は、卒業時に外部高校を受験する必要があった。その後高校が1992年より、 男女共学となったことで、男子生徒も中学校から高校へと内部進学するようになった。現在では、高校に1 3年で、文系、理系に分かれる際に完全な共学となるが、高校1年次で行われる修学旅行は男女別行ほどである。通学範囲は、北九州都市県全域に及び、福岡市内などからの通学者もいる。地元では、 明治の略称で呼ばれており、2010年度の実績において、医学系学部合格者は3割を占めている。中学校へ入学する者の数は、併設の小学校から内部進学する者と外部入学者とでほぼ半数ずつである。中高一貫教育を行っているが、福岡県に中高一貫校としての学則変更の届け出を行っていなかったため、 2006年に発覚した高等学校必ず履修科目未履修問題に際し、明治専門学校が教職員の指定のために1910年に設立した付属小学校が明治学園の始まりである。学園敷地が休校大東端キャンパスと隣接しているのはその名残である。民選が管理追換された際に完全に独立し、 以後は民戦争率者の安川家が中心となって運営に当たった。私学として祖国に奉仕する有能高潔な人材を育成することを掲げ、少人数クラス制や自然観察、相撲、体操や研究発表など独自の教育活動を行っていたが、戦後に経営難に陥ったことで学園はコングレガシオンドノートルダム修道会に移管され、 以後カトリックの学校としての歩みを始めた。戦後の学生改革の中で新請の中学校、高等学校も併設し、初等、中等教育一貫校として今日まで続いている。小学校、中学校、高等学校男子ネクタイは、本と緑の斜めストライプ女子のネクタイは、超ネクタイであり、ブレザーには襟がない。高等学校からの靴は男女共に指定される。 明治学園小学校校歌作詞、藤原恵子作曲、安永竹一郎一、朝露踏めば、僕たちの足音響く元気よく、平気詞を重ね、えき北学園のモっていっが母校、英知もて、知識を深め普遍の真理求めように、光と風は、私たちの歌声運ぶ、どこまでも、命、三方来た、に、学園のもっていっぱい立ち受け、 国旗して心を高め不滅の真理求めようさん。ひときわ光る明星に、のぎゆくば、かぎたくましく、明日のきっぽを語り合う。学園の森としへに、愛をもて絆を固め不変の真理求めよう。明治学園中学高等学校校歌作詞、菊池孝子作曲、高田三郎一九九九、明治学園高等学校に関するカテゴリー。ありがとうございます。